まず皆さんに高速対応回転法っていうところを今日お話しするんですけども、あの、まあ、皆さんお分かりかも分かんないですけど、2つの原理からもうシンプルな原理が成り立っているんです。一つはもう私速読結構長かったんですけど、速読をやる中でこう分かったんですけども、一つは早く読むから理解できるんですね。要するに速読やってるとよくこの早く読んで理解できるのって言われるんですけど、いやまあ理解できるんですけどもね。でも普通の人の聞いてると逆にそれじゃ理解できないよなと思ったんですね。2週間とか1ヶ月ぐらいギターかけて1冊読んでるって話を聞いて、それは結構大変じゃないかと、忘れちゃうんじゃないのっていうことで、あ、逆にこう早く読むから俺理解できるんじゃないかっていう、それがまず一つなんですね。早く読むっていう、早く読むって理解できるんじゃないかっていうことで、で、まあ、高速対量回転法でその高速っていうことで早く読むってことがすごく大事なんじゃないかっていうですね、試験勉強においても。それが一つです。でもう一つは、速読をやってるとですね、同じ本を何回も読むようになるんですね。普通皆さんだと一冊こう例えば本を読むとですね、読み終わったら、ようやく読み終わったということで大体本棚にしまって終わりっていうことが多いと思うんですけど、速読でやるとですね、例えばこういう本だと人で書だとまあ30分とかぐらいで読めますので、そうすると、まあ、もう一回読もうかって気がなるわけですね。でもう一回読むと1回目は絶対早いんですよ、当たり前ですけど。でこれも皆さん、まあ、別に不思議でも何でもなくて、1回目よりも2回目の早く読めるっていう、っていうところで、あ、そうかというところで、試験勉強っていうのはある意味では参考書にしても問題集にしてもある意味では決まったものだから、要するにこれを何回も回転させれば当然早く読めるようになるし、逆にそうやってこう何回も回転させるって発想になれば、なんかどんどん加速度的に勉強できるんじゃないかっていう、まあ、そんなところを、まあ、実際に CMP の試験勉強しながらも思いましたし、で実際にそういう形でやっていったんですね。で今言いましたようなその早く読むっていうのと何回も読むっていう、そういうのを昔からも無意識的にやったんですけど、 CMP 試験の時は意識的にやったんですね。で結果的に自分でもその試験当日まででもなんとなく、あ、これいけるんじゃないかと思ったっていうことがあります。だから高速対量回転法って難しい名前ですけど、成り立ってる原理としてはその2つなんです。早く読むから理解できる、で1回目よりも2回目を早く読める、その単純な論理。